はい、どうも、こんにちは。宮本ですで。フレデリカの復刻ということで、フレデリカの入手方法についてちょっと解説していこうと思うんですけど、フレデリカはもしくは、あの、トマスと一緒で、あのフラワーボール3つで交換かと思ったら、まさかの限定ルーレットだった。限定ルーレットっぽいですね。はい。で、フレデリカの入手確率なんですけど、一発で出る可能性が0.05%なんで、2000回に1回ぐらいかな。ちょっと計算間違ってたらわかんないですけど。なので、相当低いですね。はい。 で、これ天井がありまして、天井88なんで、88回回して、89回目で出るんで、それを計算してみますと、ここで10回回した方が早いんで、ちょっとだけや、100円だけ安いんで、まず10回を8回回す、回しますよね。ってことは、えー、950×2×1 クーポン2円だって 2×8 なんで、15,200円ですよね。で、残りこっち8回で、えー、1クーポン2円だって 200×8 で1600ですよね。で、これ合計すると16,800円で買えます。 フレデリカは16,800円のキャラってことになります、ね。そんな価値あるんですかねちょっとよくわかんないですけど。ちなみにフレデリカは、今、えー、っと、どれくらいの実力かというと、これですね。これ全キャラの勝率なんですけど、フレデリカは、下から数えた方が早いっていう。 今44人のキャラいるんですけど、そのうちの38ですね。普通にノーマルキャラより弱いっていう。あまりおすすめできませんね。で、さらにあの、16,800円で買えるんですけど、さらに安くする方法は、ここですね。ここでちょっと安くできるのこれが2回変えて、あ、こっちかな。こっちも2回変えて、あとダイヤ余ってる人はここでもルーレット引けます。あとは、 フレデリカ。あとはないですね。ログインボーナスみたいなのはないっぽいですね。あ、これあるか。期間限定のクラブミッションとか、こういうミッションをこなしていくと、フレデリカの、あの、引ける券がもらえますね。フレデリカに訓んこれっぽいです。これで10個ぐらいもらえるのか。 ということで、フレディーカーの入手方法でした。最後までご視聴ありがとうございました。